こんにちは、美容整形ちゃんです。今回は整形と全く関係のないことですが、私の中国の友達が現在のコロナウイルスの情報と真実を日本の皆さんに伝えたいということで、彼が撮った動画を少しでも多くの人に見てもらうために私のチャンネルでアップさせていただきます。そしてこの動画の収益は全て彼に渡り中国へ寄付されます。それではご覧ください。皆さんこんにちは、中国人のリーです。今回は2020年1月29日まで正しいの不関心の新型コロナウイルス伝染病の情報とそのウイルスが進化したことを紹介します。このビデオを作る時間まで、中国全国では新型コロナウイルス伝染病をかかった患者人数は何とも7742人突破しました。病気の疑いがある人数はおよそ12167人ぐらいです。すでに17年前の SARS の公式患者人数を超えました。武漢市を封鎖する政策からもう1週間、ネットで伝えている伝染病の地獄の街ではなく、実は武漢市市民全員家にいて自己隔離し、咳や熱が出たらすぐ病院に行き、マスクをつけるとスーパーへ食品を買える調和な社会です。でも病院のマスクと防具は足りないことや医者の人手不足は事実です。でも中国政府はもう医療用品の企業を命じてすぐ生産を回復するという政策を出しました。今中国全国のマスクや医療用品は武漢市に優先提供しています。患者はみんな救援が得られます。1月24日、中国政府は新しいの伝染病専用の病院を作る政策を出た。その名前は卡金山病院と来金山病院です。10日間、2つの新しいの病院を作るのは大変難しいです。でも中国人みんな一致団結、24時間止まらず病院を建てています。およそ2月5日建て終わり、患者人数1000人以上受け付けられます。日本人の皆さんに知りたい問題を少し集めたけど、今から回答します。死亡人数は真実なのか。今の公式の死亡人数は170人です。この数字は真実だと思います。なぜなら今回中国政府はその武漢市を直接管理しているのです。その武漢市の災難の状況は全て隠していないと思います。最初の時、武漢市の市長は自分の地位を守るため死亡人数を低くなるように報道している。でも伝染病はずっと拡散しているので、中国の市民は全員意見を出た。だから今回は中国政府直接武漢市の災難の状況や治療を全て管理している。だからその数字は真実だと思います。次の問題は、今回のウイルスは人工化学生物兵器なのかという問題です。ネットではそういう噂があるけど、今回のウイルスは生物兵器ではないのです。今回の伝染病が広がった原因は、武漢市民は違法で野生動物を商売しているの原因です。野生動物のコウモリの中にこのウイルスを発見しました。ぜひ野生動物を食べないでください。次の問題は、患者が亡くなった原因は治療手段がないのかという問題です。有効な治療手段はないけど、亡くなった患者たちはすでにこのウイルスを伝染した前に他の病気があるということです。そして亡くなった患者たちはほとんど70歳以上の人間なんです。だからぜひご注意ください。次の問題は、何歳の人はこの伝染病にかかりやすいのかという問題です。今回のウイルスは年寄りが伝染しやすいです。でも今回の事件、赤ん坊が伝染したこともあります。年齢を問わずぜひご注意ください。次の問題は、
もう伝染したら治らないのかという問題です。今回の病気は伝染したら効果的な薬がないけど、病院に行ったら医者たちはあなたに注射や呼吸のサポートをします。そしてこのウイルスを倒すため、やはり自分の免疫力を頼るしかないのです。今中国全国ではもう130人ぐらい治った人がいます。だからこの病気は治らないのではないのです。治療手段が限られているのですが、死亡率が低いです。これからは重要な話です。さっき言った通り、今回の新型コロナウイルスが進化したということです。飛沫感染だけではなく接触感染の例も出ました。患者はスーパーや病院で振られたものがウイルスをつけているのかもしれない。それを触れたらまた自分の口や鼻を触れると感染しやすいです。ぜひご注意ください。使い捨ての手袋やこういう使い捨てのウイルス飛沫を 95% 以上カットできるマスクを買えばいいです。皆さん知っている通り、今回の伝染病は伝染スピードが速い、伝染の国がたくさんあり、効果的な薬がまだ発明していない。自分の免疫力だけウイルスを倒すだけです。この数日は中国の新年です。患者や働きすぎの医者が亡くなったことが多いです。悲しいことばかりです。ここでは日本人の皆さんに、絶対マスクをつけて、よく手を洗って、なるべく中国人が多い場所を離れてくださいと伝えます。ご視聴ありがとうございました。